赤く咲くのはケシの花、白く咲くのはユリの花。どう咲きゃいいのさ、この私。夢は夜白く、15、16、17と、私の人生暗かった。過去はどんなに暗くとも、夢は夜白く、昨日は望郷富、明日は情事か健忘か。恋は儚く過ぎて雪、夢は夜白く、夜咲くネオンは嘘の花。夜飛ぶ蝶々も嘘の花。嘘を咲かなに酒をくみゃ。夢は夜白く。1から10までバカでした。バカにゃ未練はないけれど、忘れられないやつばかり。夢は夜白く。夢は夜白く。はい、こんばんは。今夜はね、恵子の夢は夜白く歌いました。2019年1月の24日木曜深夜の生存確認です。今夜もね、いつものようにさりげなく生存確認の一環としてこんな風に動画アップしてます。はい、こんばんは。どうも、まゆちゃんどうもね、大魔さんどうもね。分かった。今日見れるね。今日は見れてよかった。この間、昨日も言ったけど、この間のは不具合だからね。もう無視なんかしてないからね。なんか不具合でね、コメントに出なかったんだ、僕のとこね。昨日も言ったようにね、大丈夫よ。無視はしてないからね。今日は良かった。帰れました。帰れた。終電だったけどね、帰れた。終電には間に合った。はい。あれ、12時に10分に高砂出るやつね。町屋0時4分かね。なんとか間に合わせんで帰ってくれました。よかったよかった。ね。でもよい、明日ね、当然まだ仕事だからね。いつも通り朝だからね。はい、どうも。ね、お腹ペコペコなんで、早速ご飯の用意しましょうか。早速ご飯ね。お腹ペコ。今日はね、ローソンストア行ったらね、まあ、スーパーしまって、まあ、愛せないからなね。おいつのあったんで、これだ。ローソンストア行ったらね、これが簡単そうだったんで、これで食べると思ってる。麻婆豆腐の素ってやつ。このままね、これ豆腐だけでできるみたいだけどね、めんどくさいからね。裏見たらね、これ温めたのにね、これ。うどん。ゆでたうどんかけてもうまそうみたいなんでね、アレンジレシピってことでね、これね。それやろうと思って、今日はこれ。これ。じゃあ、これも、この、ローソンストアで出てたこの麻婆豆腐の素をさ、これアレンジレシピあるようにね、ゆでうどんにかけようと思って。ゆでうどんちょうど買ってあったのあったんでさ、じゃあそれやろうと思います、今日は。ね、これね、今日はこれで、これをね、うどんに、うどんはね、電子レンジで温めてやろうと思います。で、うどんだけじゃ寂しいからさ、あれ、ローソンストアでさ、シューマイとお惣菜のフラーク買ってきた、それも一緒にレンジで温めて、温めたゆでうどんに、その、温めた惣菜乗っけて、これかけて食べようと思います。で、もちろん、燗酒ね。じゃあ、燗酒と一緒にね、これ、鍋で湯煎します。豆腐は入れない。これ書いてあるようにさ、これ、温めた本精神を茹でたうどんにかければ出来上がりって書いてあるでしょ、これ。これやる。この、簡単アレンジってことで、ひき肉入り麻婆うどんってやつ。ね。これ。ちょうど家にね、茹でうどんあったんでね。じゃあ、よく温めてくんで。これではお酒を返します。缶酒ね。まあ、この間開けたこれね、蔵人の誉れいきます。ああ、こんな時間で。でも昨日より早いもんね。昨日は電車の帰りの乗れないぐらいで、家着いたのに2時近かったからね。まあ、町屋のアパートで昨日よりが早いからね。じゃあ、缶酒してきます。
で電子レンジね、電子レンジで温めるのはね、電子レンジで温めるのはこれですね、これ。これこの間前買っておいたセブンアンダイの3色うどんのうちの2色分ね、これ。これ今、これ電子レンジもあったから、これちょこっと切れ目入れてさ、ね、ちょこっと開けて、うん。ね、電子レンジで温める。チャンスもで、あとローソンストアで買ったこれ。今配信できてる？どうも。あれ？あ、再開しました。ちょっとね、ごめんなさいね。あ、よかった。よかった、よかった。ちょっと起きちゃったみたい。よかった、よかった。今治ったね。ごめんなさい。今治ったと思うんで、ごめんなさい。どうも。こんにちは。で、今日はこれね、今ね、クラビズのホームルを返してます。それと一緒に今日は、麻婆うどんってことで、一緒にね、この、うどんと、ゆでうどんね、ちょっと袋に切れ目入れて、あと、ローソンスターで買ってきた、この、シューマイにも一緒に温めよう。ちょっと穴開けて。あとこれとイカフライ。まあ、煮るね。これ温まったらね、温まったらうどんの上にこれ乗っけて、麻婆豆腐の素かけて食べようと思います。じゃあこんな感じ。どうも。うん、シューマイ。シューマイとこれね、イカフライをね、この上に乗っけよう。じゃあ、電子レンジ入れてくるね。電子レンジ。もう切れないけど3分ぐらいでいいんだよ、3分ぐらい全部多いかな、うん、ああ寒い、なんだっけ、お腹ぷくこんな時間ですが、お腹ぷくぷくなんでねかなりボリューム、うどん2束2食でさ、でもお腹ぷくぷくだからしょうがない、休みじゃないですよ、遅いだけ、今日食べなかった、まずい、今日は出なかった、うん、今日は出なかったね、うん、でも動画残ってから大丈夫よ、うん、うん、大丈夫で、じゃあ次ね、今日はね、稽古の今夜しらくだったんだよね、うん、で今日はね、じゃあ継続してたらね、相川金也さんのもう死んなくなっちゃったけどさ、キンキンの夢は夜しらくってのあったの、それも歌詞が良さそうだった、良さそうだったんで、それを歌ってみようと思う、今度。相川金也さんの、キンキンの、夢は夜開くだっけ、それを歌ってみよう。あれ、稽古の夢はさ、その、名前の通り女性シーンだけど、あれはね、いいかなと思って。じゃあ、キンキンの夢は夜開く。キンキンの夢は夜開く。あれ？キンキンの夢は夜しらく出たかな、それ言ってみようと思う、キンキンの夢は、あれ？あれ？弱いんだよね、ここな、キンキンの夢は夜しらく聞き取れないか、あれ？自殺って、まあしょうがない、いろいろ。相川金也さんね。いいな。
ああ、繋がんないな、やっぱり。こっち繋がってんね、大丈夫ね。よくよく繋がってるよね、こっちは。大丈夫ね。うん。回線大丈夫ね。うん。大丈夫大丈夫ね。うん。よかったよかった。でも本当あれよく似てたね。やっぱ親子、あれ、宇多田ヒカルちゃんがすごいそっくりになってきたなと思うね。みんなね。親子いるもんだよね、やっぱりね。うん。本当そっくりだ。あれも最近、あれ、イマルちゃんもそうだよね。イマルちゃんもしのぶちゃんに本当そっくりだよ、本当。今のイマルちゃん見てると、あの男女7人の頃のしのぶちゃんを彷彿とするよ、僕。皆さんどうでしょうか。あれ、イマルちゃん。イマルちゃん、ちょっとたまにネットでいろいろ検索見てるとさ、容姿がさ、あれ、男女7人の頃のさ、しのぶちゃんをさ、思い出しちゃうぐらい似てきたなと思って最近見てると。僕はそんな感じよ。さすが親子だよなって思って。もう30年ぐらい前だもんな、あれ。もう高校生の頃は、あの頃は。本当にみんなね、ヒカルちゃんもそうだよな。こんばんは。あ、講師屋さん。今日はね、帰ってくれましたよ。山脇だから、野鳥代に。じゃあ、熱燗行こうか、熱燗。熱燗も用意できるし。今夜熱燗いい感じ。はい。本日もこの蔵人の方までで行きます。川崎行きます。はい、乾杯。じゃあもう一本つけとく。じゃあ今日お腹ペコペコだけど、うどん、あれ、麻婆うどん食べるから、今日麻婆うどん、レトルトのさ、出来ちゃいの麻婆豆腐のタレ使って麻婆うどんね。もう電気が温まったと思うんで、温まってる。これ、うどんね、うどんをね、電気で温めてきた。お皿にね、大きめのお皿、大きめのお皿にね、ゆでうどん2つだからさ、めんどくさいから電子レンジで温めてこれセブン&アイのうどんね。おー、いいね、ゆでうどん温めてきたよ。おー、いいね。2食、だから 400g うどん、ゆでうどん 400g。おう、あ、ちょっと多かったかな。あ、これだけでいいか、やっぱり。これと、あ、イカフライ。イカフライもさ、これね。イカフライ。イカフライ。イカフライと、あと、のっけないや、シューマイ。まだシューマイがこのまま食っても、あ、シューマイ冷たいから、シューマイ。ちょっとシューマイもう一回全員で行くんで。で、これね、レトルトのローソンストアで100円で買ってきたこのやつ、これかけます、ゆでたうどんに。これね、さっき言ったよ、これぐらい書いてあったんでさ、ゆでうどんにさ、これかけるだけでうまいよって感じで、うどんほぐれて大丈夫、うどんいい感じで、もう大丈夫よ。うん、これで、あ、いい香りだ、麻婆豆腐の香りだ。でも豆腐ないからね、これかけます。イカフライにもかけて、
じゃあこれをつまみながら。あ、うまそう。寒いから湯気がすごい。足前に。よし。シューマイは別物でいいや、シューマイは。こんな、じゃあこんな感じ。麻婆うどんとシューマイと缶酒で乾杯。こんな感じで。お、あの、汁かける。お、こんな感じね。野菜はね、このレトルトの中に多少あるかも入ってるんだ、そんだけね。うん。じゃあ、マブ、イカフライ絡めたやつ。うん。うわ、うま。うん。やっぱ衣とこういうタレって絡んでうまいんだよね。うん。カツカレーとかみんなそうだし、あれ、衣が絡んでうまいんだ。うん。イカフライね、これ。イカフライ。イカ。ローソンストアで、これが2つ入って100円のやつだった。20円、20円引きその。どう？これ、ゆでうどんを温めたのにね、麻婆豆腐の素をかけて。うん。じゃあ使う。お腹ペコペコなんで、これうどんはね、ゆでうどん2食分ね、400g。 この時間だけどお腹ペコペコだからしょうがないよな。うん。結構絡むもんだな、やっぱな。本当は豆腐でもよかったんだけどね。冷蔵庫見たらね、このゆでうどんの方が賞味期限過ぎてたんで、豆腐はまだ大丈夫だったから、うん。豆腐はやめた。うん。豆腐もゆでうどんも冷蔵庫の中あったけどね、ゆでうどんの方がもう賞味期限切れてたんでね、うん。あ、うまい。で、イカフライ、2つ目。うん、うどんはね、セブンアンダーのやつ。3食であるじゃん。セブンアンダーのうどん。あれさ、なんか 200g が3つで売ってるやつね。セブンアンダーはいいやろね。マルちゃんとかになったら3食うどんって180でしょ、1食。でもこれ、セブンアンダーのはさ、1食200なんだよな、そこはね。まあ、うどんはだって 400g 入ってから、その2玉だと 400g なんで、あとこれもシューマイ開けようか。シューマイはそのまま、うん。シューマイを配給に乗っけようと思ったけどさ、やっぱ、うどんとこのイカフライだけいっぱいだったんでやめて。うん。シューマイ行くよ。いいね、シューマイ。うん。うん。うまい。うん。電子レンジここ一番あるよ。 こっちの家あります。間違いはないけどね。うん。イカフライ。うどん好きなのかね、うどん。いい感じ。麻婆豆腐の素と絡めて、麻婆、いわゆる麻婆うどんってやつだ。シミはないね。もうこれ来たらシミっぽいもんだって。もううどん来たらさ、そういったシミに入るもんね。今日はないじゃな。
あ、うまいね。やっぱ麻婆豆腐の素だからさ、辛みがあるからさ、いいね。食欲増進でね、温まるしね。今度作ろうね。食べることあるよ、もう。食べる。今回は食べなかったね。また別の機会で食べると思いますよ。あ、そうだ、今週は土曜日仕事になったからさ、キャンプは中止ね。今週は。土曜日仕事になりましたんで、キャンプは中止です。だから今日だけどっか行こうかなね。よかった、今回早めに教えてくれて。よかった、今回早く言うしよ。ね、前日とかね、はよし、今回前もっと言ってくれた。土曜日仕事なんで、今週は。よかった、よかった。早めに行って、そのつもりで頑張りましょう。何個飲まないよ、2合か3合で。やっぱシューマイ、まあシューマイ飲んで締めてこれ食ってもいいねるのね。ないね。やっぱさ、これ惣菜売り場の4個売りの、ちょっと通常のローソンより高めだけど、あ、それだけもね、うまいね。これ4つで100円だけどね。通常のローソンストアはさ、もうちょっと、小粒ので9粒ぐらいあってさ、100円だけどね。あれもいい。これはこれでうまいね。ローソンストアは元が100円だからね、半値はまずないですんだから、20円引きなわけね。20円でもね、100円のもんが、ね、20円いけば、税込みでも100円しないからね。いいね、ちょっと嬉しいよね、ローソンストアで20円引きはね。20円引きだと当然ね、消費税込みでも100円しないからな。まあ、基本的に隔週ね、隔週。だから月2回ぐらい土曜が休みなわけ、だいたい月2回。月に1回は土曜日休みです。でも今回はね、仕事になったんでキャンプは中止よ。休みの時ね。あ、そうだ、奥多摩小屋なくなったらね、清滝小屋の方またこまめに行こうかなと思っていろいろ考えたんだけどね。清滝小屋。あっちも小屋あるんだ。無人の小屋ね、あそこ完全に。完全無人だから売店ないからね。アルコール飲みたい場合は自分で担いでいかなきゃいけないからね。でも無料だからさ。で、清滝小屋行く最寄りはさ、小鹿野町の町営バスなんで安いんだけど、スイカパスも使えないからね。それ注意して現金持ってね。そこ行こうかと思う。もしもね、それもいいかな。清滝小屋行こうかなと思って、こまめに。一回清滝小屋やっけどね、奥多摩がなくなったらあっちの清滝小屋の回数増やしてもいいかなとか思った。いろいろ考えて。あれ、清滝小屋というのはさ、埼玉県のさ、群馬寄りの方ね、方にある両神山っていう山、そのと山腹にある山小屋です。清滝小屋、無人の小屋で。で、そこ周りがちょっとテントも泊できるような、ちょっと平らな場所あんで、そこでテント泊とかもできるし。具なしうどんあれ、麻婆豆腐のもとかけてって、そんなんで。じゃあもう一本缶だけ持ってくんね。もう一本缶だけ。いい感じだ。
本日2本目の燗酒を持ってきます。寒い夜は暑燗です。いいね。はい、乾杯。そう、お湯じゃないです。これ蔵人の誉れの熱燗です。で、つまみはシューマイ。まあ定番ではね、勝彦さんだよね。勝っちゃうもんね、シューマイ飲みますね。うん、シューマイを頬張りながら噛んだけ。うん、うまい。じゃあ、もう、じゃあ最後の一本、今日は最後しよう。じゃあ最後の一本噛みつけていきます。よし、じゃあ最後に今日はこれだ。また、ね、あと2日分ぐらいあるかな、これね。あ、うまいね。はぁ、あ、シューマイパクつきながら熱燗最高じゃね。いや、日本酒です。日本酒、日本酒って書いてあるから、日本酒、日本酒です。で、青春ね、日本酒。わかった、日本酒です。日本酒安いけどね、700円ぐらい。牛乳飲むよ、今飲んだけど。そう、これはね、なんだっけ、アコレで、アコレ、アコレって言ったら、イオン系のさ、ミニスーパーって言って、アコレってやつ。あそこで一番安く売ってるやつ。700円ぐらいで。アコレ。まあ、オイノンだ、オイノンって、オイノンって安いんだよね、オイノン。オイノングループ。だいたい安いの見たらオイノンなんだよね、オイノン。アコレってね、しとけない。うん、僕は美味しい。僕それ以下飲んだことないもん。だっていつも700円ぐらい、600円だとかさ、そんなもんじゃないからさ、いいの飲んだことないからわからない。もう土台がもういいの知らないから。土台がさ、2リットル入って600円700円のしか飲んでないからわからない。だからまずいもうまいもん、いつも通り飲み慣れてるやつです。うん、いや、最後のシューマイ、最後のシューマイ。シューマイいいよな。うん、だから駅に行ったらさ、駅弁は崎陽軒のシューマイ弁当ね、あれ買って酒買うといいよね、あれね。うん、シューマイつまみながらさ、日本酒飲むの最高だよね。そんな列車の旅がいいよね、僕はね。あ、シューマイは食べ終わりました。うまかった。安い白鳥ね、うん、あれ安いのあれだ、あれ天って天、天のやつね。小菊梅とか天のやつだね。小菊梅、大関が高いんだよ、一番メジャーだからな、大関。一番どこにでもあるやつね、やっぱね、やっぱね。一番メジャーだもんね、カップ酒でもね、大関のは。大関のはさ、あれ。あのカップ酒、まあ、あんま買わないけどさ、あれ。ラベルの内側にも、あれが面白いね、大関のはさ。大関だけかもしれないね。他はないもんね、あれ。白鶴はないもんね。大関はそうでしょ。で、みんなわかる、知ってると思うけどさ。ラベルの内側にもさ、書いたんだもんね。あれちょっと楽しみだよね、飲みながらね。大関のカップだけはさ、ね、ラベルの内側に書いたんだもんね、あれ。あ、今日は何かなとかね。うん、
最近買わないしてるあれ。あれ、カップだから、カップのガラス容器がさ、溜まっちゃってさ、しょうがないから。僕嫌だからさ、だから軽いカップ買うようにしてる僕は。うん、溜まっちゃうからな、あれね、もうどうしてもね、あれね。あと、麻婆丼。うん、売れないじゃん、あんなもんいっぱいあって売れないよね、あの売れんだから、売れない方そういうの知らないし、そうだからいっぱい溜まっちゃうから、空き瓶からどうしても、うん、いっぱい溜まっちゃうからさ、あんま買わないようにしてる。安いんだけどね、ほんとね、うん、トップバリューなんかさ100円しないんだもん、あれ1号のこうガラス瓶に入ったやつがさ、安いんだけどね、あれなんか買ってたらさ、どんどん溜まってきちゃうからさ、買わないようにしてんだもん。でもあるね、ほんとね。もう十分あるから。そうか、フリーマークじゃないからな。これは家にあったやつ、家にあったやつ。うん。ああ、うまい。ちょうどいいな、うどん2食分、400グラム。うん、だからタレがあるからうどん持ったらそうか、あともう一食あったと思うんだけど、あともう一食うどんあったと思うんで、うん、ずっと使ってるよ、だってお父さんいる頃から使ってるよもんな、ずっと、うん、じゃあうどんをもう一、多分もう一食他の、今度はセブンアンダーじゃないけどもう一食あったと思うんだ、それを食べようか。最後は島田屋の太鼓判の玉うどん、これね、これ一食あるんで、これをまだレンジレンジ温めて食おうかな。ちょっと開けて、入れて半分ぐらい、これ足して食ってもいいよな。はい、これでおしまい、ほんと。うん、そう、うどん大好きなのよ。僕は飽きない。あ、ケントさんは飽きるんだ。僕は大丈夫よ。僕は飽きないよ。うん。麻婆うどんだからさ、辛みがあって、つまみにちょうどいいんだよ。昨日は
夜勤は帰れなかったけどね、今日は帰れて何とかがあった。好きよ、いいね、花丸亀うどんもね、うん、結構好きよ、うん、まあ嫌いなもんないから僕はね、うん、うん、ここはついてあるからだいたい僕、夜と朝と昼、3食かな、うん、3食うん、どういう話にもないな。ああ、うまいね。お米ですね、お米、うん、キャンプの朝の大体お米だもんね、僕ね、キャンプの人でもね、電気禁止、僕電気禁止なんで僕できないや電気禁止なんで僕、うん、麻婆豆腐の辛さ山椒なんだよね、うん、やっぱ食べてると分かるよね、やっぱ山椒だなって、山椒 の辛さなわけ、うん、もうないや、無線飲食はしない、いろいろね、いろいろあったんだよね。あ、過去知らない人なんだな、やっぱこういう人。ね、じゃあうどん持ってくる。うどん。お、じゃあ最後のうどんいきます。これは 180g。セブンアウダイも200g だけど、これは 180g。今度やらかこれを締め絡めて残った汁麻婆の汁に絡めて、おいい感じね、これほんと最後、これあったかいがよく絡む、うん、だからこんなもんだろうね、最後一食分の麻婆丼。あ、絡んだね、なかなか。いい感じだ。いや、いい感じでしょ。いい感じに絡みました。じゃあ、そこから最後持ってくるの、最後のやつから。はい。最後のやつから、はい、行こうか、今日はこれで行く、最後で、もういじめ湧いちゃった、はい、乾杯、はい、じゃあ最後これ麻婆うどんね、ほんとはね、あ、さっき2玉これ3玉目だもんね、かなりの退職だよな、味大丈夫、これもとも辛いもんだからちょうどいい、うん、大丈夫、うんうん、さっきのセブンアンダーに、ね、今度はね島田屋のゆでうどん
今度のは腰があるね、なんかそんなに。噛んで、ありがとうございます、さんね、噛んでるよ。うん、あ、醤油かけなくても大丈夫、ありがとうございます。の、たしゃれ噛んでるよ、大丈夫、うん。噛んでますよ、大丈夫よ。うん、うん、扇風機あるよ。エアコンは作ってない。電気パック、電気パック、電気カーペットでやってます。電気カーペットの上にさ、こうやって上着をさ、置いとくとさ、朝で出るときさ、これ着るのがいいよ、あったかくって気持ちいいよ、これ。このさ、ダウンジャケットがさ、電気カーペットの上に置いとくとさ、やっぱ、当然あったかくなってるからさ、すごい気持ちいい、これ。この辺置いとく、こうやって置いとくと。電気カーペットの上にさ、置いとくといいよね、これね。もう比べるもんじゃないからね。またないよ。ではこれでおしまい。うどん。パクってませんよ。明日はいつも通り2食、3食。はい、感じだ。うん、うまい。辛さちょうどいい、これだ、やっぱな。はい、美味しくいただきました。はい、麻婆うどんおしまい。あと缶だけ、缶だけ飲んでおしまい。これね、あ、共感だ、もうおにぎり持ってからね。大丈夫よ、飲んでますよ。おやすみなさいね。今日もうこれ飲んでしまう。ああ、あったまる。うまかった。ゴミ箱はね、あれ台所に一緒に全部捨ててます、まとめて。楽しいよ、うん。一人でさ、楽しい。だって何やっても一人だから大丈夫よ。うん、
何しても一人だもんね。キャンプもそうだし、バーベキューもそうだし、全部一人なんで僕。全部一人でやってますんで大丈夫よ。ハサミあるよ。うん、ありますよ。うん、そう。ずっと一人なんですね。自分をしっかり持ってれば大丈夫よ。そうね、それもね、そうね。可愛いお年頃の女の子と一緒に死んでたらな、もっと本望だな。15、16歳のお年頃の女の子と死んでたら本望だな。それさ、感じる、うん、感じようと思えば感じるけど、もう感じようと思わないんで感じないですよ。うん、若い女の子いいね、ほんとね。うん。うん。芦田愛菜ちゃんのマザーもとか舐めたいね、たまにはね。芦田愛菜ちゃんぐらいのお年頃の女の子のまたいいよね。うん。本田翼、ちょっとよく顔がわかんない。名前最近聞くけどさ、よくわかんないな、本田翼ちゃんは。どんな顔なのか、ちょっと思いつかない。そうつないよ。うん。まあ、田代正史さんみたいにね、ミニにタコとか言ってね、おまた触ろうとしないから僕は、ね、田代さんと違うから。田代さんはそうだよね、あれ ね。ミニにタコとか言って触ろうとしたんだよね、あれ。盗撮なんかあの人ないです、触ったことはない。そう、田代さんはそうなんだよね。右にタコとか言ってさ、盗撮してたんだよ、あの人。なあ、もうならないよ、もう46だもん、僕はね。うん。田代さん、ね、すごいな、あの人ね。あ、ノックさんもすごいよね、あの人。選挙中におまた触ってんだもんな、ね、考えたら。すごい考えた、ノックさん。選挙期間中におまた触ってんだもんな。すごいよね、あれの。あれにはすごい。田代さんには子供がいるからね、あの人ね。そうよ。子供、あんな、あれで、そうよ、あの人はね。志村けんさんと違うところはね、田代さんには子供がいるのも、ね。まあ、もう、奥さんの方が引き取ってると思うけどね。あ、こんばんは、どうも。今日はね、食べ終わったよ。うどんを食べた、うどん。あ、お互いお疲れ様。どうもね。花田の理由、花と理由は分かんない。ごめんなさいね。志村さんなんかあの年で一人だもん。それは変態だな、あの人。ダンシングオールナイトか。
海外な。多分先歌いますよ、うん、大丈夫、歌えるよ、うん、はあ、いい感じだ、ああカーペットが気持ちいい、いい感じね、うん、いやでもそろそろ終わるね。そろそろ終わりたいと思います。王将はちょっとわかんないや。でもね、今日はね、おやすみなさい。寝起きしない。今日はこれで終わるから。おやすみなさい。もう終わりね。おやすみ。また明日。まあ、夜明けて仕事なんでね。今日はこの辺で。ではまた。おやすみなさい。終わります。どうもね。また、ありがとう。遅くにありがとうね。来てくれて。ありがとう。アキレスありがとうね。おやすみね。中さんどうもね。まーちゃんもどうも。ちょびりこさんもおやすみ。うん。また明日ね、でまた。終わりました。ああ、疲れた。ちょっと、気持ちいい。